ま、西ヨーロッパからずーっと歩いてきて、コンスタンティノープルに集結して、十字軍ですね。で、ニケイヤを落とし、アルスランとダニシメンドを破ってですね、このドリレームで破りました。天岸をずーっとまた渡ってきて、このアンティオキアですね。この大きい街を落としたわけです。そしてこの横のエデスタ。こっちにはボードワンが行って、まあ、今や、このイスラムの勢力内に2つの国をゲットしたわけですね。2つの土地ですね。アンティオキアとエデスタというところをゲットしたと。 だから我々を向かうところはエルサレムであると言うわけなので、エルサレムに向かうわけですけども、やっぱここにね、守備隊を置いていかなきゃいけないわけですよ。で、もともとボエモンドですね。彼は領土欲が強くて、えまあこっちのヨーロッパより、こっちの新天地でね、自分の領土を奪ってやろうという野心があったので、このアンティオキアを落とした時に大活躍したボエモンドが、アンティオキアは私のものだと主張するわけですね。で、このそう、十字軍側も一番いいわけではないんですよ。 イスラム側もまあ、ぐっちゃぐちゃでしたけど、こっちももともと普段ね、戦ってたりする連中なんで、お互い戦国時代同士なんでね、こう戦国大名同士がこう仲悪いみたいな感じで、いやいや、ここはうちが今活躍したからうちのもんだと。で、サンジルがいやいやいや、みんなで落としたものじゃないみたいな、ちょ、ごねるわけですね。サンジルは年長でいじっぱりなんで、こう、若造に手柄を捉えたくないみたいな意地があるんですよ。で、ここは仲悪かったんですね。で、なかなかアンティオキアの領主が決まらないぞと。で、ゴロフルフロは冷静なんでそれを <laughs> じっと見てるみたいなね。 いろいろあった結果、あのマンラの人食い事件という謎の事件が起きまして、このアンティオキアの近くにあるマンラという町で、ですねなんかサンジルの部下の、部下というか、兵士たちがですね、あの人を食ってしまったと。まあ、飢えていたのか、あの異教とだから食っちまえみたいなね、そういう感情があったのか、まあ、今となってはちょっとよく分かりませんけども、なんと住民を焼いて食ってしまったという事件が起きてしまい、でサンジルのそれが兵士だったんで、サンジルはちょっと恥じてしまったですね。 アンティオキアをすっと離れて、もう勝手にエルサレム自分でね、目指しちゃうわけですね。あじゃあじゃあじゃあもうサンジェルさんいなくなっちゃったから、じゃアンティオキアは私が収めようと言って、ボエモンドがアンティオキアに残ります。十字軍はなので、こう、だん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 、こう、勢力、兵力を置いて、ええー、どのエルサレムを向か、向かっていかなきゃいけないと。戦力を削りながら向かうという、なかなかね、大変な行動、行軍になります。 もうずーっと働き詰め、戦い詰めで,で、さらにだんだん数も減らし、もちろん戦ってね、死んでいく仲間もいますから、どんどんどん数を減らしつつね、向かっていきます。あの、ドリレウムで活躍した司教アデマール。仲の悪いボエモンドとサンジルの間を取り持ったりしたね。結構あの、大変な役回りを演じた教皇のね、代理としてきたアデマールという司教がいたんですけど、戦う司教アデマール。彼はアンティオキアで病気にかかって死んでしまったので、で、もともとサンジルのね、 あのー、軍勢に一緒になっていたんですよ、アデマールは。一緒に行軍してたんですけど、それでサンジルもちょっと肩身狭くなったのかなっていうところもあったりして、サンジルは拗ねてですね、エルサレムに向かっちゃいます。で、ちょっと今まで働き詰め、戦い詰めだったから、ちょっと安定テで休むみたいな話もあったんですけど、サンジルが向かい始めちゃったもんだから、ああ、じゃあちょっと、俺たちも行こうということでね、ボエモンドだけを残して、他のみんなはエルサレムに向かうことになります。で、この時の状況なんですけど、こっちエジプトですね。まあ、最初にお話しした、 エジプト、こちらはファーティマ朝というね、王朝がありました。で、こっち、えー、このファーティマ朝はですね、シーア派なんですよ。イスラム教の中でも2つ宗派がありまして <laughs>。えー、こっちがシーア派。そして東側の大きい方、このセルジューク朝ですね。こっちがスンナ派なわけですよ。で、ここバチバチなんですね。宗派が違うということでバチバチだったので、このセルジューク朝スンナ派とファーティマ朝シーア派、エジプトはずっと戦ってたわけですね。で、もともと、 えー、まあ、大昔、もっと元を正すと、東ローマ帝国がこの辺ずらーっと持ってたんですけど、バーっとイスラム勢力にやられて追いやられてしまって、えー、ビザンツ帝国になった頃には、この辺、この、ま、今のトルコあたりからこの、この辺まで持ってたんですね。で、南側はこのファーティマ朝が持ってたんですよ。こっちが持ってたんですけど、セルジュークトルコがバーっと強くなってきて、セルジューク朝に追いやられてしまって、もうビザンツ帝国に至っても、この首都ギリギリ、コンスタンティノープルギリギリ,ギリまで追いやられてしまった。 この辺をね、だからイスラム側のアルスランが治めてたりしたわけですね。で、ファーティマ朝もセルジューク朝にバーッとやられてしまって、こちらエジプトの方までね、元々持ってたこのダマスカスやエルサレムなんかを奪われてしまったというのがあって、ここのビザンツ帝国と、このエジプトはですね、ちょっと利害が一致してるんですよ。敵が同じなんですね。セルジューク朝に二人ともやられてしまったと。で、ビザンツ帝国は給料を回復したい。アンティオキアぐらいまでも、元々持ってた領地を取り返したいという野心があって、 もちろんエジプトもそう思ってたんですね。エルサレムダマスカス欲しいなと。そんなタイミングでなんと十字軍来るぞとなって、セルジューク朝をゴンゴンに破っていくわけですね。アンティオキアまで奪い返したと。喜ぶわけですよ。おお、来てる来てる、おお、フランク人めっちゃ頑張るやんけと。<laughs> やれやれやれなわけですね。どっちかというともこっちは、味方だと思ってんですよ、十字軍のこと。同じ敵、敵の敵は味方でね、同じ敵であるセルジューク朝をボコボコに倒してくれるわけなんで、おやっててこれはチャンスだというわけで、 アンティオキアのね、このビザンツ帝国に死者を送るわけです。この二人が仲良くしてるんで、ビザンツ帝国とエジプトは共通の敵があるんで、いやいや、よくやってくれてますね、と。こう、ビザンツに死者を送るわけですね。で、ちょうど死者を送ったタイミングがこのアンティオキアをまだ包囲してた時、アンティオキアを包囲してるところの軍の中に死者を送って、あのー、いや、よく頑張ってくれてますね、と。この機会を逃さずにですね、我々、しっかり同盟を結んで、然るべき領土分割をしませんか、と。 ね、ビザンツさんはこの辺りまで、ね、自分の給料を取り戻していただいて、で我々もね、元々持ってた土地取り返したいですから、この間分割しませんかというわけですね。で、ビザンツにそれ言ってるんですけど、ビザンツと十字軍も仲悪いんで、ここもね、あの、宗羅が違うんですよ。十字軍の方はローマ・カトリック。で、ビザンツ帝国はえギリシャ正教なんですね。で、この <laughs>、途中の道宇宙でももうずっと喧嘩してるんですよ。あの、ビザンツが勝手にね、この辺を押さえていくんですけど、 いやいやいや、頑張ったの俺らや、みたいな。十字軍側は。まあでもこの辺に戦力を置いていくわけにもいかないし、まあビザンツ側に収めさせるしかないな、と。いうところでここまで来て。で、アンティオキアはビザンツも欲しかったんですけど、さすがにボエモンドが、いやいやいやと。これはもううちのもんだから、ということで、ここはボエモンドがね、領有します。まあそんな、えー、ヨーロッパ人のフランク人の中でも、いろいろ思いが交錯してると。 で、そんなアンティオキアを取り囲むところに死者を送ったエジプトですね。この時のエジプトの最初、これがアル・アフダルという人物になります。アル・アフダルが死者を送ってですね、いや、両路分割しましょうよって言ったんですけど、んいやー、ちょっとどうですかね <laughs> っていう <laughs>。ビザンツ側も、うんちょっと十字軍、別に俺の言うこと聞いてるわけじゃないし、勝手にガンガン進んでるし、で、最終的に目的地エルサレムだから、これちょっと利害が一致しないなーってなるわけですね。エジプトはエルサレム欲しいわけですよ。 十字軍も欲しい。で、ビザンツは正直もうアンティオキアぐらいまでもらえればいいんだけど、でもまぁちょっとついてきちゃった以上、なんかちょっと、いや、僕の口からはなんとも、みたいな曖昧な回答してくるんですね、ビザンツが。俺はおかしいなと。あいつらなんでそんな、なんか濁してくるんだろう、みたいな感じなんですよ。で、なんかうまく返事してくれないという中でアンティオキアが落ちたと。で、その後、どんどん十字軍がエルサレに向かってくるんですね。あれれあれれあれれっつって。あれガンガン、 来てますよねみたいな。で、この時エジプトは、この十字軍の混乱に乗じて、実はエルサレムを取ってたんですね。で、エジプト側、アルアフダルは、いや、我々ちょっとエルサレム取ったんで、え、何なんかしてきちゃってんすかって話なんですよ。え、僕ら友達ですよね。一緒にセルジューク中と戦う友達ですよね。何なんかしちゃってんすかっていう。で、それ無視して、うん、いや、ちょっとよくわからないですね。っこう、どん,どん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 南に行くんですね。で、十字軍、この、どんどん南に向かってくるんですけど、この沿岸を通っていきます。 やっぱり補給が大事なんですけど、この時、このイタリアの商人がかなり水軍力が強くて、バンバンこの辺補給してくれるわけですね。海岸をどんどん行きます。やっぱこっち側はかなりイスラムのね、勢力が強いんで、この沿岸地帯の街を通りながら行くんですけど、街もやっぱりちょっと怖いんで十字軍が、あ、どうぞどうぞどうぞつってね、あ、食料出しますんで我々の街ほっといてくださいって言って、どうぞどうぞ,どうぞつってね。まあ、いくつかの街は,は反抗するんですけど、ほとんどの街がおとなしく食料とかお金を供出して、ほとんど抵抗を受けず、 どんどん進んでいくわけですね。早い早い早い。焦るあるアフダル。え、ちょ,っとちょっと待ってくださいよと。ビザンツ皇帝のアレクシオスに連絡するんですね。いや、でも話違うじゃないですか。おかしいじゃないですか。って言ったらアレクシオスは。いや、ちょっとあの、違うんですね。僕と彼ら。ビザンツと十字軍ちょっと違くて、僕が指揮してるわけではないので、ちょっと止めれません。ごめんっつって。<laughs> あの、でも、 あの、十字軍は、あの、言うこと聞かないけど、僕ら、ビザンツ帝国は、エジプトと同盟結びたいんで、ちょっと僕らとは仲良くしてほしいですっていう。う本当はあの、コウモリみたいな人なんですよ。ビザンツ帝国は。<laughs> どっちともいい関係築きたいみたいな。なんとかこのね、まあ、中、中央にいるからね、ちょっとそういう気持ちもわかるんですけど、なんとかこう、お互いにいい顔しながら、領土を保ちたい、広げたいっていうね、野心があるわけです。で、エジプトも、ああ、そうなのかと。焦ってようやく事実に、 もう止められなそいい、ね、してもあっという間にエルサレムの近くにたどり着いてしまう十字軍それをエジプトが迎え撃つという形になってしまいましたでこの時のエルサレムの守備隊がエジプト軍のイフティハール将軍という将軍なんですけどこのエルサレムの街を作ったのはハドリアヌス帝というですねあのローマ帝国の五検定というすごいあの強かったですね賢かった皇帝が5人いるんですけど、まあ、そのうちの1人 ハドリアヌステが作った、割とね、すごい城壁も高くて、ちゃんと防御力がある街なんですね、エルサレム。簡単には落ちないぞというわけで、イフティハール将軍頑張ります。で、アルアフダルが2ヶ月後にエジプトから援軍来るから、それまで耐えてくれってわけですね。で、あの、もうジュジュ軍ガンガン来てるの分かってるんで、食料をたくさん備蓄して、アンティオキアを見てましたからね。アンティオキアの二沼のになってはいかんと。食料を備蓄して、で、周辺の泉とか井戸、水源に毒を混ぜてですね。もうあの、すぐカラッカラにしてやろうと。 で、毒まで混ぜちゃうわけです。そしてもちろん街の中のキリスト教の住民を全員追放して、中からの裏切り者も,も出さないと。これ2ヶ月耐えたら、アルアフダルさん来ますから、つってですね、頑張ります。で、逆にそのフランク軍。こっちはですね、まあ、ボエモンドがアンティオキアに居残っちゃいましたから、 ま、サンジルとゴドフロアが中心となって頑張るわけですが、サンジルはもうちょっと求心力を失っていて、もうゴドフロアさんが中心なんですよ。で、ゴドフロアさーんつって、どうしましょうか、次みたいな感じになるわけですね。いわゆるでかい顔してちょっと総大将みたいな気取ってたんですけど、サンジル。いろいろ失態を犯してしまった結果、で、それをずっと冷静にいなしていたゴドフロアね。いわゆるずっとサンジルとボエモノが喧嘩してても、あの、ゴドフロアはもう、我関せずみたいな。すげえ冷静みたいなね。で、ゴドフロ最後ゴドフロアさんどうしようか、うん、それでいいんじゃないみたいな。 ことだったゴルフロアが頼られるわけです。次。ゴルフロアさんどうしましょうかつってね。あとは、ボエモンドについてきた、この追いのタンクレディ。こいつは頭が切れるやつで。まあ、ボエモンドはアンティオキャンいるんですけど、タンクレディはちゃんとエルサレム攻めに参加していて、このタンクレディも中心人物として、いろいろと策を講じたりします。そこで工場用の塔を作ってですね。もうこれで一気に力攻めじゃと。まあ、あの、2ヶ月後に援軍が来たら到底勝てないっていうのは分かってるんで、十字軍も。 この2ヶ月でなんとか力攻めで速攻で落とすしかないということでガンガン攻めます。ただねやっぱエルサレム聖地エルサレムなんでもうキリスト教徒からしたらもう夢の街なんですよ。憧れの街。ようやく来たぞと。こう遠くにエルサレム望んで、あああれが夢にまで見たエルサレムっていう。そのエルサレムを目前にしてるんでめちゃくちゃ士気が高いんでもうゴリゴリ攻めるんですよ。なんならもう 戦うのそっちのけで巡礼してるやついるみたいな。エルサレムの上壁の周りぐるぐる回ってるやついるみたいなね。そういう状況なんで <laughs>。あいつらやばくねみたいな。エルサレムの守備隊からしたら。あいつなんか巡礼してるよやばくないみたいな。2ヶ月後のアルアフダルの援軍を恐れて、ガンガンにガン攻めした十字軍が、なんとエルサレムをそのまま落としてしまうんですね。エジプト側もかなり抵抗して、ギリシアの火っていうね、石油に硫黄を混ぜた、えー、混合物。それをバシャッとかけて、 それに火をつけると、かなり消化は困難になるんですよで。工場等でバーンと攻めてきて、はしごバーン下ろしたりして、うわーっとこう、上役を乗り越えようとするんですけど、あ、この辺はね、あの、キングダムオブヘブンっていう映画があるんですけど、この十字軍の、もうちょっと後の、もうちょい次ぐらいの話なんですけど、次次次ぐらいかな <laughs>。な話なんですけど、そこでもね、もう一回エルサレムの戦いがあるんですよね。えー、その時代描写というか、その戦い方の描写とか、背景とかがね、かなり、 えー、描かれてますんで、この時代を理解する映画として、キングダムオフ、キングダムオブヘブン。めちゃくちゃかっこいい映画ですし、おすすめです。よくわかります、その、白攻めの様子とかがね。で、主人公、オーランドブルームでめっちゃ渋くてかっこいいんで、見てください。また多分この話は後々出てきます。映像でね、わかりやすく見たいという人はそちらを参照ということで。で、ギリシャの日で頑張るんですが、2ヶ月耐えきれずに、陥落そしてもちろん大虐殺ですよ。基本的に、あのー、 フランク人、キリスト教側がイスラム側の街とかを落とすと基本虐殺です。虐殺して殺しまくって、まあ、あと捕虜とか捕まった人は奴隷として売るっていうのがもう基本になってます。まあ、この時代のね、あれもあるんですけど、この命がまだ我々の今に比べたら軽かった時代もあるんですけど、キリスト教側からしたら、生きようと殺すっていうのも神へのご奉仕になるみたいなところがあるんで、どんどん殺しまくれと。殺せば殺すほど食材になるぞと。天国に行けるぞっていうことで、 もう気兼ねなく殺しまくってますからね。じゃあ次、エルサレム誰が治めますってなるんですね。アンティオキアはボエモンドが治めることになりましたけど、次誰ですかねってなった時、サンジルがまたちょっとズズッとこう出てくることするんですけど、いやー、ゴドフロアさん、お願いしますと、もう周りから、周りが押しちゃうんですよ、ゴドフロアを。ゴドフロアは、いやいや、ちょっと僕はそんな、みたいな感じなんですけど、いや、ゴドフロアさんしかいないですよ、って、サンジルさんはちょっと、みたいなね。 あ、本当にああ、そんなに言うんだったらじゃあいいよみたいな。ゴルフロアがエルサレムを治めることになるんですけど、ただ、エルサレムにいるですね、あの、教会の人たちが、えー、ちょっと待ってくれと。ここは、教皇の土地でしょうと。我々、ローマ教会の土地ですから、そんな、なんか誰かが治めるとかじゃないから、とかいうわけですね。いや、でも実際誰かここを治めないと君たち政治できないでしょみたいな、話になるんで、ゴルフフロアがどうしたかっていうと、いや、わかりました。私、じゃあ、王様とか、その、なんか、 その王様とかの地位は別にいらないんで、あの、一応私、政治だけしますから、みたいな。この、キリストの墓書の森人になりますっていう。もうちょっと曖昧な表現を持ちるんですね。エルサレムの王様になる時はないんですけど、あの、ちゃんと管理しますよっていう、エルサレムを。王様じゃないんです、みたいな感じですね。かちょっとこの、ふわっとした称号をね、使って、実質王なんですけど、エルサレムを、えー、統治することになります。 でさっきのね、え、キリスト教と、まあ、イスラム教の違いというか、アラブ人とフランク人の違いみたいな話があってですね、割とキリスト教よりもイスラム教の方が、まあ、後にできた宗教っていうのもあって、結構寛容だったりするんですね。他の宗教に。で、イスラム教は割とキリスト教にも寛容で、まあ、さっきのね、イスラム世界でも、割と普通にユダヤ教とかイスラム教を信仰してる、まあ、さっきエルサレムからキリスト教徒を追放したみたいなのありましたけど、普通にね、キリスト教徒も一緒に住んでたりするんですよ。割と寛容なんですね。 そのキリスト教とイスラム教の違いっていう逸話で、一つ、ウマル・イブン・アル・ハッターブというね、えー、7世紀のイスラム教の、まあ、カリフがいるんですけど、えー、ウマルのモスクというのが、このエルサレムに立ってるんですね。そのウマルのモスクができた時の逸話があるんで、それを紹介しましょう。638年に、東ローマ帝国から、ウマル・イブン・アル・ハッターブ、あの、ウマルちゃんじゃないですよ。<laughs> ウマル・イブン・アル・ハッターブが、 東ローマ帝国は当時ブワーっとこの辺まで持ってたんで、エジプトぐらいまで持ってたんですね。全部持ってたんで、そこをイスラム系、イスラム戦力がドドドッとね、取りに来まして、次にエルサレムを落とした時があったんです。で、その時に、えー、なんとこのウマル・イブン・アルハッターバーですね、全住民の生命と財産を保障して、まあ、要は虐殺とかしなかったんですね、このエルサレムを落とした時。あ、もうみんな、あ全然そのままでいいよ。そのまま、あの、殺さないよ、と。 で、さらにこのエルサレムの中にある聖墳墓教会を訪れるんです。聖墳墓,墓教会はキリストの墓と言われていて、もうまさに聖地中の聖地ですよ、エルサレムの。キリスト教の聖地中の聖地。まあ、そこを訪れるんですね。どんなもんかなっつって。中を見学してた時に、お祈りの時間が来ちゃったんですよ、イスラムの。ここでこの場で祈っちゃうと、後々ね、そのイスラム教徒たちがこのエルサレムを訪れた時に、あここがあのウマルさんが祈ったところだっつってね。あの、迷惑がかかってしまうと。この聖墳墓,墓教会に。 でわざわざ外に出てね。じゃあ、ここで祈ろうっ、つって。ウまるはそこの、聖母教会の外で祈った。そこが、あ、ここがあのうまるさんが祈った場所や、つって。<laughs> そこに信者たちが集うようになって、そこに立ったのがウまるのモスクなんですね。まあ、それに比べて、フランク人、キリスト教徒は、生徒を荒らしまくったよという、ちょっと対比が見られるようなね、話が、まあ、よく出る話ではあります。 で、キリスト教徒はじゃイスラム教徒にだけそんなひどかったのかというと、そうでもなくて、同じ宗教、キリスト教同士でも、えー、カトリックとギリシャ正教で違うってう話がありましたけど、そのギリシャ正教側のね、あの、司教もエルサレムにいるわけですよ。まあ、こっち東側なので、エルサレムにはギリシャ正教系の司教がいっぱいいたわけですね。聖墳墓教会にもギリシャ正教の司教がいっぱい詰めてました。で、そこにカトリック系の従事軍がバーッと来たんで、 なんと、政府墓教会から、お前ら出ていけと、言ってですね、追放するんですね。ここはカトリックのものにする。同じキリスト教なんですけども、追放してしまうと。それに、あの、抵抗してですね <laughs>、ギリシャ正教の司教側も抵抗して、ここは、あの、真なる十字架あるんですけど、その場所を教えませんから、つって。政府墓教会、キリストの墓にはですね、なんと、あの、キリストが実際にかけられたとされる。 そんなわけあるかねって話なんですけど、あのキリストが実際に貼り付けにあった十字架がね、あるんですよ。あったんです、この時。あったとされています。その真なる十字架と言うんですけど、その場所を教えませんよ、つって。で、カトリックが十字軍たちをみんな見たいんですよ。え、あのキリストが本当にかけられた十字架、見たい見たいっ、つってね。ギリシャ正教側の死去を捕まえて拷問して口を割らせて、十字架の場所を教えさせるというね。 同じ宗教内でもそういうことやってるんでね、なかなかこの当時、いろいろあったと。<laughs> いろいろひどかったねっていうね、話いっぱいありますからね。さて一方、エルサレム救出のために、このエジプトの首都カイロを出発したアル・アフダルですね。えー、この間まで来た時にエルサレム落ちまして、もう時すでに遅し、エルサレム落ちちゃいましたってなったわけですね。とりあえずこの港町アスカロンに入ろうと。なって、いや、どうしよう今、まあ、エルサレム落ちたら落ちたで、あれですけど、やっぱ取り返しに行きましょうよってなるわけですね。 とりあえずこのアスカロンに入って、エルサレムを治めるゴルフロアに死者を出します。どうしてくれるんすかみたいな。そこ我々の土地なんですけど、どういてもらえませんかねつって死者を出すんですけど、死者が来たゴルフロアはですね、その死者から返事を出さずに、なんと奇襲を仕掛けます。本来ね、返答の死者を出すべきところをね、死者よりも早くアスカロンに到達すると。ブワーっとね、電撃戦を仕掛けて、アスカロンに、えー、奇襲を仕掛け、大虐殺ですね。死、えー、者や石膏がですね、伝える間もなく、 騎士を仕掛けて大勝利を得たと。アルアフダルは帰っちゃいます。